皆さんこんにちは。今日もお昼がやってまいりました。というわけで今日も古民家で昼飲み、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はですね、冒頭見ていただきましたようにスーパーロピアさん行ってきましたよ、朝一でそしてこれ買ってきましたよ。何かっていうと、はい、最高ランク5等級の黒毛和牛これを今日は食べていきたいと思います。というわけで今日は黒毛和牛焼肉祭りって感じで、早速始めていきたいと思います。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、キリンラガービールです。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについでいきます。はい、こんな感じです。まあまあいい感じに入りましたね。では行きましょう。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。行きます。今日も昼から乾杯。あー、うまい。今日は焼肉やから張り切って飲むよ。そんな感じです。はい、早速焼肉焼いていきたいと思うんですけれども、ちょっとねこのステーキのまんまだとちょっとでかすぎるんでね、もうこのまんまかぶりついてもいいやけどなんかもったいないんで、ちょっとやっぱり焼肉用にカットしてきますよ。では少々お待ちください。はい、では黒毛和牛をカットしてきましたよ。美味しそうですね。ただね、常温にずっとしてるからちょっと油分がね溶け始めてるよめっちゃ怖いね。怖いっていうか、いい肉はやっぱり常温でこうなるんやねっていう感じやね。そしてサイドメニューとしまして、ロピアの自家製ソーセージ、それとエリンギとトマトっていう感じで、今日はこの辺焼いていきたいと思いますよ。もちろん焼くのはこいつ。出ました、いつもの屋台横丁。ではスイッチ入れていきますよ。少々お待ちください。はい、そしてちょっと温まるまでに紹介していきたいと思います。何をっていうと、今日のタレ焼肉のタレと、あとそれ以外の調味料関係ね。はい、まず焼肉のタレはこれ、今日ロピアさんで見つけたい、これ肉の割烹田村さんの焼肉のタレこの店行ったこともないし聞いたこともないけど、なんか本格的な感じの焼肉屋さん、どうも札幌の店みたいですね。これのタレやから美味しいやろね。そしてあと出ました、いつものマキシマム、これもつけて焼きたいと思いますよ。そして久しぶりの登場です。今まで塩って言ったら雪塩ばっかしやったけどね、以前も紹介しましたけどクレイジーソルト、これ今日使っていきたいと思いますよ。では焼けてきたんでじゃなくて温まってきたんで焼いていきましょう。はい、では焼いていきましょう。まずはもちろん黒毛和牛ね、ちっちゃいのも焼いていこう。それからソーセージも焼いていこうかな。そしてエリンギ、そしてミニトマト、こんな感じで。では少々お待ちくださいっていう感じやね。はい、そろそろ黒毛和牛の方がいい感じになってきたんで
食べていこうかな。あんまり焼きすぎるとね、いい肉はもったいないからね。はい、では肉割烹田村のタレにつけていただきますよ。これ美味しそうやな。はい、いただきます。はい、うん、これビビるね。肉もうまいけどタレもうまい。この肉割烹田村のタレほんとうまい。どっちかっていうとジョジョ園のタレに似た雰囲気かな。うん、ただちょっと違う感じ。俺こっちの方が好きかもしれない。そんな感じです。はい、ではもう一枚の黒毛和牛も食べていきたいと思いますよ。今度はこれクレイジーソルトにつけていただきたいと思います。美味しそうやね。久しぶりのクレイジーソルトです。ソフトちゃうわ、クレイジーソルトです。はい、うん、ビールが進むくん、そんな感じです。はい、ソーセージがいい感じに焼けてきたんでそろそろいただきますよ。あ、こっちの方がちょっとやばなってるんでこっちから先いただこうか。熱々やね、大丈夫か俺。そんな感じでいただきます。熱いからね、これやけどせんようにせんと。あ、あ、これうまいね。このソーセージロピアさんの自家製やからね、ほんと安くてうまい。めっちゃ安い。本当にこれ結構量入ってるパック全部で298円やからね、もう安いわ。ほんとロピアさん安い。だってさっきの黒毛和牛のあの五等級のやつ、最高級の肉あれで1000円せえへんからね、1枚900なんぼやからね、ビビるわ。そんな感じです。はい、ではちょっと次はちょっと冷ますためにこの田村のタレにつけてからいただきますよ。あ、それでも熱い。うん、うん、めっちゃビールに合う。はい、グダグダ言ってる間にソーセージがもう一本の方爆発してしまいましたよ。かなり爆発してるね。でもめっちゃ美味しそう。早速いただきますよ。はい、いや肉汁がこれすごいね。もうやけどするからここで消化しとこう。田村のタレがまたうまいからね。それにこのごまがねいいよね。風味がだいぶこれでアップしてる。そんな感じです。ではいただきます。はい、もうう、ますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、そして2本目はこれ本麒麟です。ではいただきましょう。
そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。してくれるとめっちゃ嬉しいです。では2本目本麒麟で乾杯。うまい。めっちゃ冷えてる。はい、そして忘れてましたがトマトが爆発してます。これいただきますけど完全にやばいやつやね。もうこれタレで冷ますしかないね。はい、これにつけさせていただいて、かなりやばい感じになってます。ではいただきましょう。はい、やばいミニトマトいただきます。うん、あ、危なく火傷するとこやった。よかった、俺素人じゃなくて。そんな感じです。あ、やっぱり休みの日のお昼から焼く焼肉はうまいね。ほんと最高やね。もうビールも最高。そんな感じやけど、サルキチ君、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、サルキチです。やーちんさん、これはですね、朝日スーパードライっていうやつですよ。これどうしたかっていうと、あそこの冷蔵庫に冷えてたんで持ってきて飲んでます。もちろんおばはんには許可取ってませんよ。もう今日はね、おばはん今仕事行ってるからね。で帰ってきたら俺は堂々と言うつもり、今日はビール飲んでうまかったな、おばはん、今日俺昼ビール飲んだからね、いいやろ冷えてたからって言うつもりです。まあ多分殺されるかもしれないけど、それぐらいの覚悟を持って飲む、それが男や。おばはんに殺されようが前を向いて倒れて死ぬ、それが酒飲みの猿ちゃんの生き様。そういう感じで今日はかなり力入れて飲みますよ。やーちんさんも命が尽きるまでバンバン飲みましょう。そんな感じで命がけのサルちゃんです。以上。サルちゃん命がけでビール飲むんやね。うん、わかった、じゃあ俺も付き合う。じゃあ今日は命をかけて飲もう。まあ俺は殺されへんと思うけど、サルちゃんは今日夕方嫁さん帰ってきたら確実に殺されます。まあ、ボロ雑巾は確実やね。そんな感じです。はい、さらにミニトマトがこんな感じになってます。やばいよ、もうこれそのまんま食べたら完全にやけどするからね。ここでジュー、いやジューって言うし、本当に怖いね。いただきます。あ、うん、パーッ、ちょっと口の奥の方やけどしたよちょっと俺も油断したねそんな感じで、やっぱりビールが進むくん、ただしやけどには注意です。はい、エリンギがすっかり忘れられて、もう
もうかなり焼けてる感じです。では早速いただきましょう。これはやっぱりタレつけていただくよ。この肉割烹田村の焼肉のタレ、うまいからね。いただきますよ。うまい。エリンギにも田村のタレは合う。そんな感じです。はい、そして次はこの黒毛和牛をこれマキシマムにちょっとつけさせていただいて、裏表たっぷりつけさせていただいて、ちょっとつけすぎかな、ちょっと払おうかなって言ってもあんまり払えないけど、これで焼いていこう。絶対うまいよ。はい、マキシマムをつけた黒毛和牛焼いてる横にロピアのソーセージもう一回置いとこう。そしてエリンギも置いとこう。そして爆発するから今回は1個だけにしとこう。ミニトマトも置いときます。では少々お待ちください。はい、マキシマムをつけた黒毛和牛が出来上がってきましたよ。めっちゃ美味しそう。ではいただきますよ。これうますぎやね、多分。はい、うん、うまい。これ最高にうまいね。やっぱりマキシマムやね。ビールに合う牛肉はマキシマム。そんな感じがします。そんな感じです。はい、ではマキシマムもう一ついただきます。これほんとうまいね。マキシマム最高やね。これはうまいわ。どうなってんのこの肉。いただきますよ。はい、このマキシマムってビールのために開発されたスパイスやと俺は思う。そんな感じです。はい、またミニトマト爆発してます。こんな感じです。これはタレにつけて消化させていただいてからいただきます。うまいな。ほんと今日は最高にうまいね。とふと時計を見ると結構いってるね。うん、ちょっと尺も長めになりつつあるよ。ちょっと今回のテーマは10分台にしよう、尺をね、っていうことなんで、もうこの辺でバッサリぶっつり終わらさせていただきますよ。もうまたまた今食べたばっかしやけどね。まあそんな感じで今日はまだまだ俺は食べるけど、撮影はこの辺で終了とさせていただきます。今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。
それだけ言って今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろぴくー。